見逃しの三振、最後は10球目。行っていかないとね、最後追い込まれてますから、ちょっと簡単に、ちょっとインサイドで追い込まれました。最後は外いっぱい、見逃しの三振。空振りの三振、三者連続三振でわずか1。これはゲーテパウルです。でジャイアンツのルーキー大勢28、ライドル・マルティネス27、そして岩崎が25。まあ、各チームの、まあ、守護神が今シーズンは比較的こう、なんで、まあ、そうですよね、ね、まあまあ、どの選手もタイトルのチャンスはあるところにある、いるというところではもう1年間、ね、トータルしてこう活躍されているのかなというふうには思いますよね。27セーブのライデマルシネス、ここは見逃しの三振に仕留めました。本人の言葉が伝わってきました。非常に楽しみな存在です。変わってくると思いますよね。リズムを狂わせる、そんなことができるかどうか。追い込んだバッテリー、空振りの三振、2者連続三振でこれで2アウトになりました。果たしてできるでしょうか。150キロ台後半、ファウルです。フォーク意識しながらのインハイ高めのストレートですので、この3連戦の2戦